2月24日沖縄の普天間飛行場の辺野古移設に伴う埋め立て工事の是非を問う、えー、沖縄県県民投票が行われました、えー、結果を見ますと投票率は52%を、まあ、かろうじて半分を超えたと、えー、そのうちの7割が反対票を投じました、えー、数字にしますと43万票ということでまあ 全有権者全投票資格者の四分の一を四分の一の数字を超えたことになります。これによりまして沖縄県知事は安倍首相とトランプ大統領に県条例に基づいて今回のこの投票の結果を通知することになりました。まあこの結果を受けて朝日新聞毎日新聞あるいは東京新聞などこの辺野古への移設。 反対のお、まあ、論じをいつも張る新聞などは総じて反対の民意、県民の総意が示させたと埋め立て工事を即刻中せよというまあ主張をおおむねこういう主張を取っております、まあ、これは沖縄県内のお県、えー、沖縄タイムスや、まあ、琉球新報もこういう方向です一方です、ね、投票率が思った以上に低かったと、まあ、52%、まあ、かろうじて、ね、半分を超えたと。 でですねこの低い投票率の中で全投票資格者、有権者ですね、この全有権者、今回投票の資格を持った人の割合で見ますと有権者の6割が反対せず、そしてまた反対と投じたのは38%にとどまったというまあこういう見方もで,すねできるということでその意味では今回の,この県民投票は辺野古への移設 反対の県民の総意を示したものではないという、まあ、こういうです、ねえー、論じも見られます、えー、まあいずれにしてもです、ねまあ、その意味では今回です、ね、反対の民意が示されたとも反対の民意は示されなかったとも、まあ、両方ともどちらとも言える結果ではないかということで、まあ、声の大きい方が勝つみたいなんです、ねまあ、そんな感じになっております。えーさて 今回のこの県民投票についてですね、何が言えるか、私は三点ほど言いたいと思います。まず一点目は、沖縄に迫る中国の脅威から目をそらすなということです。ここにデータがあります。沖縄県の尖閣諸島の周辺に対して中国船戦、このですね、中国戦によるその接続水域内入域及び 領海侵入がどれぐらいあったかと海上保安庁のホームページに出ているんですけれども2019年1月1日から2月24日現在までで接続海域侵入が31回延べ104隻領海侵犯が5回延べ20隻という結果になっております。 これですね昨年と比べてみますとですね2018年1月1日から2月28日までで接続海域侵入が15回延べ55隻領海侵犯が4回延べ13隻。ということではっきりましてこの尖閣諸島周辺の接続水域接続海域侵入および領海侵犯は去年に比べて倍増しています。 まあこの約2か月、1月、2月と今年に入ってですね沖縄では県民投票が大き,い話題になり大きな話題になりましたけれどもこうしたですね中国の活発な動きというものはあまり報じられておりません、その意味でこうしたですね中国の,この動きが活発になっているということをあの今回のですね県民投票の結果、県民の総意、反対の総意が示されたんだみたいな話でもってこの脅威から目をそらしてはならないと思います。つまり 中国の脅威が高まっていることを、沖縄はしっかりと自覚せねばならないということです。二点目になります。二点目にですね、自民、公明、あるいは日本政府はですね、今回のこの県民投票にあたっても。あまりこの基地移設問題をですね、こうとやかく言わないと、基本的に曖昧戦略できました。しかし、ことここに至ってですね、やはり思うのは。 安倍首相ももちろんですけれども、自民も公明も、そしてです、ね、日本政府、しっかりとこの沖縄に迫る中国の脅威について、県民に、国民に説明するべきです、こういうものを曖昧にしたまま、この基地建設、基地移設というものが、こうなんというんですかこう、いつの間にかです、ね、水面下で進んでいるというのは、確かに民主主義にとっては幸せなこととは言えません。こうう点しっかりと 自民、公明、安倍首相、政府はこの沖縄の現状について危険だから基地が必要だとさらに言えば日本が単独で日本を守るだけの力法律的にもそれがまだまだ完璧ではない以上アメリカの力が必要であるということをきっちりと説明してこの米国施設のです、ね、必要性をし 国民に問うべきだと思いますそして3点目、これはもうそもそも論になります、そもそも安全保障,全保障政策においてこうした県民投票というものはかなり危険なものがあるということです。やはり、ですねこの日本の政治制度が基本的に間接選挙直接選挙ではなく、間接選挙になっているとは基本的にやはり専門家たちがしっかりといろんな情報に基づいて議論してそして決定を下そうこの 決定を下す人を信任とするというのがです、ねまあ、これが間接選挙間接民主制のです、ね、特徴でございますこうしたです、ね、安全保障政策というのは高度に国家にとって大切な日本。 国民全員に関わるです、ね、安全に対するそうしたものでの政策について一部の人の判断でそれが左右されるようなことはあってはならないその意味では今回のです、ね、県民投票というのは、まあ、法的構想力は何も持ってませんけれどもやはり 一定のです、ね、抑制を持ってしっかりと専門家とそしてまた信任されている政治家によって議論されて決定するべきだと思ってます思います、えー、もちろんです、ね、その政治家、専門家が本当のことを言わないあるいは大事な論点を隠しているのではあこれは正しい結果が得られません。その意味において 日本の政治家もマスコミもしっかりと何が危険なのか何が危ないのかを語った上でそして、民意を問うその民意を問うというのは市長選挙やあるいは県知事選挙こういうものを通じてあるいは国政選挙ですねこういうものを通じて民意を問うというこうしたですね民主主義の極めて真っ当なですな在り方が今こそ求められると思います。